れやすい人が効率的に仕事をする方法ベスト3。今日はスペインのビルバオの市街地からお届けしております。ムーミンさん、27歳男性、慢性腎臓病があり疲れやすい体です。仕事の認知コストや精神的コストを下げて疲れやすくても仕事をこなせるようになりたいです。まあいろんな病名っていうのはあるかもしれないけど、大体メンタル疾患の患者さんは疲れやすいです。精神的にも疲れやすいし、集中力が持続しづらいし、体も疲れやすい。あまり無理すると次の日一日中寝込んで起き上がれなくなったりするいうことが往々にあります。なので全てのメンタルの患者さんにね当てはまる話だと思うんですけども、よくカバサが言うのはエネルギーを温存しようとかね、無理しないようにしようってことをねよく言いますけども、具体的にそれ以外にもうちょっとポジティブな改善方法っていうのはないのかなっていうことでねお伝えしたいと思いますけど、一つ目が朝のゴールデンタイムを活用しよう。朝起きてから2時間から3時間ぐらいっていうのは脳があまり疲れてなくて、脳の中が非常に整理された状態で集中力が非常に高い、要するに疲れやすい人でもまだ疲れてない状態が朝の数時間なんですよ。ということは疲れやすい人はドーンと下がるかもしれないし、普通の人でも徐々に夕方に向かって疲れていくんですけども、最初のうちっていうのは疲れやすい人も疲れてないわけですね。つまり最初の皆さんが仕事を始めた最初の数時間というものをどのように使うかっていうことが一番重要なんですよ。これは私の書いてる神時間術の非常に重要なノウハウでもあるんですけども、とにかく最初の数時間で1日の仕事の私で言うと 7,8 割ぐらいを終わらすようなイメージで集中してわっとこうやっていくということが重要ですね。だからそこが一番重要です。全てこれだから別にメンタル疾患の患者さんに限らず全ての人に言えることなんだけど、疲れてない時に一番重要な仕事を終わらせるとあと楽なんですね。逆に言うと夕方とか夜に皆さん残業して仕事をするんですけども、もうその疲れた状態で仕事をしても朝のパフォーマンスと比べると2分の1あるいは大体3分の1ぐらいの仕事しかできないわけですよ。つまり朝1時間でやれる仕事が夕方から夜に持ち越すと3時間かかるんですね。だから朝の1、2時間あるいは2、3時間っていうのは脳のゴールデンタイムと言われてますけど、3倍速で仕事をこなせるわけ。その時間を皆様はメールやメッセージのチェックとかするわけでしょ。修行開始していきなりなんという時間の無駄なのでしょうかってことですね。だから疲れやすい人の場合特に最初の 1,2 時間っていうのが普通の人と比べて5倍から10倍から100倍ぐらいの価値を持ってるわけですよ。疲れたらもうダメですもん、はっきり言ってね。だから疲れる前に一番重要で本質的であなたにとって重要な仕事をさっさと終わらせるっていうことが重要ですね。メールとかメッセージとかを仕事が始まってすぐにチェックするっていうのはなんというか精神エネルギーの無駄遣いであり時間の無駄遣いであり究極のダメな仕事術だと思いますけども、ですからその最初にできるだけ重要な仕事を終わらせてください。いきなり重要な仕事から始めるということです。2つ目は休憩を入れるってことが重要なんですけども、ほとんどの人は疲れてから休憩を入れるんですね。しかしながら疲れてから休憩を入れても回復というものはあまりしないというのが最近の休憩についての研究で分かっています。休憩は疲れる前に入れるということです。具体的に言うと定期的に入れるということです。90分に1回、例えば10分休憩を入れるみたいなね形で1時間半仕事したらちょっと休んで、また1時間半仕事したらちょっと休むみたいなものを入れていく。分かりやすくマラソンの給水地点みたいなもので定期的なポイントが来たら休むと、水を飲むということでしょ、マラソンね。だからそれと同じで皆さんの仕事も調子がいいからってわーってやると休憩なしでやると午後からのパフォーマンスがものすごく下がって、トータルで見るとものすごいパフォーマンスが悪くなるわけですね。疲れる前に休むというのが非常に重要なコツです。疲れないで仕事をするという、特に疲れやすい人は他の人よりも早く疲れてしまうわけですね。一旦疲れてしまうと回復しづらい、これが一つの休憩の法則として覚えておいてください。だから疲れる前に休憩を取った方がいいですよということです。3つ目、疲れる休憩はしない。これも重要ですね。皆さん休憩時間に何しますって言った時にほとんどの人はスマホ見てるんですよね。それが非常に悪いというか余計疲れる。だから休み時間とかにスマホとか見ちゃいけないんですよ。なぜかというと人間の脳っていうのは視覚情報の処理にそのキャパシティの 8、9 割を使っているというふうに言われてるんですね。ですから仕事してる間って皆さんパソコンしたりですね書類見たりして視覚情報を目から脳に入れてると思います。目つぶってでもできる仕事をしてる人っていうのは少ないと思うんですけども、ほとんどの人は視覚情報を使ってる。だから休憩時間っていうのは脳の視覚情報の処理を休ませないといけないわけですから、スマホを見てさらに視覚情報を酷使するとより疲れるわけですね。つまり休憩の前と休憩の後を比べると、上手な休憩をしている人回復して体力、集中力、気力、モチベーション全てが回復するはずだけど、スマホを見てる人は休憩の前と比べてさらに疲れてるわけですよ。
だから疲れを取る回復をしなきゃいけませんね。そのために視覚情報以外の休憩、具体的に言うとコミュニケーションというか、おしゃべりしたり雑談したりするようなものとか、あと座り続けると脳のパフォーマンスって下がるんで、立つ、歩く、運動する、だから立ちながらコーヒースタンドの前でコーヒーでも飲みながら雑談するっていうのはすごくいい休憩方法なんですね。あとはカバさんなんかよくやるのは目をつぶるっていうのはすごくいいんですよ。あるいはもう本当に疲れてたらうつ伏せになって、その場で5分でも10分でも短時間の睡眠ね、仮眠ですね、これも非常にいいことですね。仮眠取らなくても目つぶってるだけで仮眠に近い効果が得られるっていうことが言われてますので、何もしないとかいうのは意外といい休憩法、目をつぶって何もしないっていうのが意外といい休憩方法だなと私はお勧めしております。ということで、疲れやすい人というのはですね、まず疲れる前に重要な仕事を終わらそうというのが朝のゴールデンタイムを活用しようということですね。あと休憩を上手に使いながら疲れをあまりひどくしないで回復していくっていうのが2つ目の対処法、3つ目の対処法になりますので、ぜひその辺を利用しながら、メンタル疾患の方もそうでない方もですね、使える話だと思うので参考にしてみてください。アフターコロナ、人工知能、テレワークなど、私たちの生き方、働き方が劇的に変わる時代、皆さんどのように生きていきますか、どのように働きますか、そんなあなたに読んでいただきたい一冊が、精神科医が勧めるこれからの生き方図鑑、あなたの生き方の指標になるはずです。7月20日発売、その3日前の7月17日に出版記念講演会を行います。樺沢自身がこれからの生き方図鑑を2時間で詳しく解説します。さらにお申し込みいただいた方には、生き方の魔力ノート、産業ポジティブ日記が書ける5ミリ方眼の使い心地のいいノートが特典としてつきます。これからの生き方図鑑出版記念講演会、オンライン参加、お申し込みください。